それでは表題の論文について紹介をいたします。自然言語処理研究室の川津です。ではまず概要について説明いたします。 Twitter を代表とするマイクロブログなどで崩れた日本語が登場いたします。そういった崩れた日本語の解説において携帯操辞書に存在しない語が多く出現するために解説誤りが増加してしまいます。そういったものに崩れた日本語と正しい表記の日本語を崩れた日本語に対して正しい日本語の表記をアノテーションしたデータから統計的に抽出した文字列正規化パターンとその文字種の正規化を用いて辞書を拡張して携帯差解析を行います。本手法を用いることで再現率精度ともに高い解析結果を得ることができました。続いて本研究が対象とするその崩れた表記についてですが、2種類あって1種類目がこちらのすごいのような口語調の崩れ表記、続いてこちらに示すようなやばいといったこの表記で異表記というものを対象とします。この異表記には小文字化や同音異表記、ひらがなか、カタカナといったものが含まれます。それでは提案手法の全体像について説明をいたします。まず左側のこちらの方でまずウェブなどから崩れ表記を含むテキストを抽出してきて、それに対し崩れ表記に対応する正しい表記を付与します。そして次にここでその対応したものからその変換崩れ表記と正しい表記の変換のパターンをまず学習して、それらからその動的照合に使うパターンや正規化辞書の生成を行います。また携帯層解析にて行うコストの計算のためにこちらで学習を行います。そしてこちらで生成したものを用いて携帯層解析を行います。こういった全体像となっております。ではまず崩れ表記と正規表記 その文字列アライメントということでアノテーションについて説明いたします。ウェブから崩れた表記を含む文章を取ってきて その崩れた表記に対して人手で正規表現を付与いたします。その付与した例としてはこちらの表1のような表記となります。でこのペアデータ、このアノテーションしたデータから文字列レベルの正規化パターンを統計的に抽出いたします。その際にはこちらの図2のように例えば崩れた語がかなりといったもので正規語がかなりといったこのような表記のものがあったとして、どのように区切って正規語と対応づけるか、例えばこの経路1のようでしたらかなと小文字のあ、そして伸ばし棒のこのペアとりといった3通りに分けてまず3通りに崩れ語を分けます。そしてかなに対応する正規語がこのかなで、小文字のあと伸ばし棒に対応するものがこちらではない、そして存在しない、そして理に対応するものはこのかなりの理に対応するといったような分け方にしてこのペアを作るっていうことか、もしくはこのかとなと残りの小文字のあ伸ばし棒理といったように分けてかに対応するのがかな、そして何に対応するのが理になるのかといったようなパターンを統計的に抽出いたします。この抽出にはそちらに記載されているような EM アルゴリズムというものを用いてこのパターンをEM アルゴリズムというもので学習してこのパターンを求めます。そして先ほどのところで求めたパターンから基本辞書の拡張を行います。その文字列の正規化パターンのうち正規文字列の正規文字列の文字を削除するかまたは置換するといったような動作を行うことで崩れた表記を表現できるものに関しては正規化辞書を正規化辞書に追加していって正規化辞書を作成いたします。また挿入パターンということでその正規文字列に何か文字を挿入してそして崩れた文字を表現するといったものに対しては正規表現 その文字列のあらゆる箇所に挿入される可能性が考えられるため事前に辞書に挿入して辞書を使って
形態解析を行うと非常に非効率であるため、こちらに関しては辞書に追加せず形態素解析の時に動的に処理することになっていたします。で、その崩れた表記の事前生成の例としてはこちらのようなものがあります。では形態ソラティスの生成についてです。基本辞書ということで一般に配布されている IPA リックやユニリックなどの基本辞書と先ほど制作した正規化辞書、そして先ほどの挿入パターンなどに当たるようなその動的照合を用いて形態ソラティスを生成いたします。またこの際に小さい図や伸ばし棒の連続がある場合は1文字まで縮約してからこの形態ソラティスの生成を行います。また母音の連続がある場合は意味を崩さない程度の3文字まで縮約を行って形態ソラティスの生成を行います。続いて識別モデルによる表記正規化と形態素解析の定式化についてです。形態ソラティスを生成するために既存の形態素コストや品質連接コストをそのまま用いてしまうと不要な候補が多く生成されてしまいます。そこでこれを改善するために生成した形態ソラティスに対して適切な重み付けが必要になります。本手法ではこの重み付けを多様な組成を柔軟に考慮することができるという特徴を持った構造化パーセプトロンを用いて表現いたします。この構造化パーセプトロンを用いて表現する際に学習は平均化パーセプトロン学習に基づいてパラメータ推定を行い、この重み付けを行います。その際に組成として用いるのはこちらのようなものになっております。それでは実験データと文字アライメントについてです。こちらは最初に基礎でその崩れ、ウェブなどから抽出したデータに対してその、崩れた表記から正しい表記をアノテーションするといったことについての、データになります。まず、データの引用として2008年のブログ8023文と2011年から12年のツイッターのデータ4805文に対して、アノテーションを行いました。そして、得られたその正規表現や崩れた表現とその正しい表記のペアは9603ペア得られました。そしてブログの方では9603ペア得られました。そしてツイッターの方では3610ペア得られました。そしてこれらのペアの中から文字列の正規化パターンを抽出すると3127種類の正規化パターンが得られました。そしてこれらを使って実験を行っていきます。実験データとして適切なその形態素解析に使う際のパラメータの学習としてこの正規語バイオグラムのモデルの構築ということでブログと新聞の形態素正解ラベルなしデータとメカブを用いて自動解析した結果を用いてこのモデルを構築しました。そしてモデルの構築のモデルのデータにこれらを使いました。そして形態素と正規語正解データに関してはこのランダムに2013年から14年のツイッターの4200ツイッターのデータから4280文を抽出してデータを使用しました。そのうち3280文については学習データとして用いて残りの1000文についてはテストデータとして用いました。では続いてその実験で使った手法についてです。まずベースラインとしてメカブ IPA 辞書を用いて形態素解析を行っています。続いて既存の手法としてルールベースの手法としてこちら その文字列正規化の従来手法こちらの方々 その研究こちらの方々 その手法を用いました。そして3つ目は比較として提案手法を用いました。実験結果がこちらのようになります。単語分割といったところにおいてもその単語分割と品質を付与したといったような結果においてもどちらもその今回提案した手法の方が上回った結果になっていることが分かります。また結果を詳しく見てみた場合に今回の提案手法のうち文字列正規化を行わなかった場合ルールベースの
ルールベースの結果よりも低い結果となっているのですが、無事列正規化を行った場合、こちらのように高いスコアが得られていることから、今回その正規化再現率においては、その無事列正規化が正規化による再現率向上が大きく影響していることがわかります。また、その経済差解析を行った結果、表記と品種と、正規表記が全て一致した適合率を求めてみると、提案手法の方が上回っており、また、その不一致箇所を見てみると、適合率を見てみると、向上していることが分かります。しかし、不一致箇所を見てみると、その中では、悪化した、形態差解析結果となる割合が高くなっていることが分かります。しかし全体としては、提案手法の方がその適合率が高いことから、副作用を抑えて、正しい形態差解析ができていると言えると思います。続いて、本手法を用いて出力されたその形態差解析結果について、説明を、こちらに、示します。こちら1から10までのその入力文があり、1から6までの入力に対しては正しい形態差解析ができています。しかし 7から10に関しては正しく形態差解析ができていません。7に関しては区切りは通常解析と比べて改善しているのですが、正規表記が誤ってしまっているといったようになっています。8番のものに関しては、正解の候補展開が出ていません。これは、正規化パターン不足によるものだと考察されています。9番のものに関しては、正解の系列は列挙できていたのですけど、正しく選択回を選択できていないといったような問題となっております。10番に関しては、元の通常解析結果より悪い結果となってしまったといったようなものになっております。まとめです。ウェブ上から収集したその崩れと正規表現のペアから文字列レベルの正規化パターンを学習することができました。また抽出したパターンを形態差解析に導入することにより崩れた日本語の解析精度を向上することができました。そして実験結果から解析精度の向上と再現率の向上に有効であることが確認できました。またその実験結果を見てみると無実習正規化を組み合わせることによる再現率向上の効果が大きいことを確認することができました。以上で紹介を終わります。